はい、こんにちは、矢田部です。ね、すごく上手くなりたいっていうことであれば、スクールに通えば通っただけいいのかっていう話をしたいと思います。まずね、サッカーね、週5やってますとかね、チームが普通からだとしたら、他週をスクール通ってるってこう、結構ね、最近の増えたんだけど、果たしてこれで本当にうまくいくのかと。自分としては答えはもうノーだと思うんですよ。っていうのも、なぜかっていうと、スクールっていうのは、いわば塾で、チームっていうのが学校だとしたら、塾にさえ通ってればいいかって言ったら、そうではなくって、そこで習ったものを処理する自分の、時間、それこそ自主練かと思いきや、スクールはスクールの練習でしょ。自分自身で一人でそこと向き合う時間が結局ないんですよね。で、さらに、自分のペースじゃなくてやるから、疲労の蓄積が激しいと。そうすると、低学年からやってる子なんかだと、やっぱりね、燃え尽き症候群というか、結局一番ね、肝心な時期、中学校から高校とかに限り、ね、この辺のあたりでいなくなっちゃう子多いんですね。また、親御さんが勝手に頑張りすぎて注力しすぎて、今度親御さんが諦めちゃうとか、こいつうまくなんねえなとかね。わかんないんですよ、どのタイミングでうまくなるか。だって、もっと言ったら、長友選手だって、大学だと試合出てないし、高校でも出てないんですよ。ね。大学は最後の方だけでしょ、出たのね。とかね。他にも、実際にね、本田圭佑選手だって、ガンバの優先上がれなかったとか、いろいろあるんだけど、どこで花開くかっていうのはまたね、わからないんですよ。だから、お父さんお母さんがその辺で、もちろん一生懸命ならいいんですけど、ただ、ちょっとした息抜きの場、逃げ場って言っていいのかな、子供がほっとする時間を、作ってあげてほしいと。すべてがサッカー、サッカー、サッカーだとお腹いっぱいになっちゃうんですよ。いくら大好きだから、大丈夫だからって言っても、毎日焼肉だったら体壊しますよね。それと一緒なんで、バランスよくやる。これは非常に重要だなと。だから、とにかく、スクールの講師たちっていうのも商売だから来てほしいとは思うとは思うんですけど、そうではなくって、本当であれば、自分でそれを課題を見つけられる選手、これできないやつは仮にプロに行ってもやっぱできないんですよね。自分でだって問題点を、修正できない選手っていうのは、スランプからね、立ち上がれないですよね。だから、そういった経緯もあるので、少しね、勇気を持って、休む。だから、自主練はやっていいんですよ、毎日でも。ね。走るだとか、自分のペースでちゃんとノルマをこなすっていうのも、これはすごくね、その努力に関しては自信につながるのでいいんですけど、やっぱり誰かのペースでやるっていうのは負担がすごくかかります。気も使います。ね。だから、そういった部分を、考慮した上で、ぜひね、楽しくサッカー続けてほしいなと思います。ということで、チャンネル登録お願いします。